今回は秋葉神社へ行ってきました。秋葉神社は秋葉原の名前の由来となったとされる神社です。秋葉原の由来、明治初期に東京を大火が襲います。この大火がきっかけとなり、火災延焼を防ぐ火除け地と呼ばれる空き地が秋葉原の地に作られました。この火除け地に永昌皇太后発案により皇居内のもみじ山より希望の神である結びの神、水葉の目の神、ホニヤスの神の三神を奉仙し、三神を祀った社が創建されました。この社は秋葉山信仰の対象であった秋葉大権現とは直接の関係はないようです。火伏せ信仰で有名であった秋葉大権現が祀られていると勘違いした人々が、この地を秋葉大権現の原っぱ、秋葉原と呼んだことが定着し、秋葉原となりました。現在は移転され、秋葉原から少し離れた台東区松ヶ谷に秋葉神社があります。この秋葉神社は秋葉原の創建された社が起源です。秋葉原にあった社はやがて秋葉社となり、秋葉原の地に明治21年まで存在しました。その後、鉄道駅、秋葉原駅建設に伴い、現在の松ヶ谷の地に冠宮されました。秋葉原の地名は今に残り、人々の信仰も秋葉神社という形で残り続けています。桜がきれいに咲く住宅街の中にひっそりとある素敵な神社です。ここに車あるの、どうやって出てくるんだろう。